と3時のおやつ。2人で食べれた。1人ずつ食べたよね。2人で食べて足りないし、2日連続ポテト食べた。抜け火になっちゃう。また来たら1回になんか2個これだけ頼んだら大人のなんかとか分かんない。子供2人いる。子供がいると思われるかもしれない。ストローやめたほうがいい。え？そうね。前は紙のストローだった。昨日から。昨日。昨日。紙のストローが。昨日の15分ぐらい待った。珍しい。超混んでた。ほら落ちた。え？少なかった俺の方が。グラムは。うん。グラムなんか数えてない。マスターの映ってるよ。え？だってハンバーガーの代わりだもん。ピクルス食べました。はい。ピクルス食べたかわかんねえで、ハンバーガー食うやついいのかよ。あんまり関係なく食べた。うん？うまい。ケチャップの味しかしてない。これやばいじゃん。無意識に食べてるから。重いでしょ。ピクルスメインで食べてるみたいなもんだよ。あピクルスで、ピクルスのこの酸っぱい風味とお肉とケチャップ最高って思いながら食べるぞ。ピクルス食べたかわからないやばいな。みんな人いるんだね。ヘラヘラ喋ってない。食べないよ。ほら、マスター。どうぞ。
クリスマス前に食べた。ピンクも入ってそれが今第1弾で第2弾がまたあるんだよ。みんなマック食えないよね。プチパンケーキ食えばいいかの近くにあればいいのに。食べるこれ。ポテトにマスタード。夕飯食べれない。さあどっちから行こうか。赤から。ちょっと俺が開けんだからやめてよ。行くよ。行くよ。じゃん。お。いえ。すごいじゃん。かわいい。着物だよ。着物着てる。なんか見られてる誰かに。続きまして。可愛くないね。すごいね。あ、ちょっと一瞬見えた。昨日のやつの方が可愛い。これは俺が欲しかったやつ。2日目で当てました。やば、やった。2日目で当てたぜ。嬉しい。あとこの緑のやつが欲しいんだ。イエーイ。びっくり。
嬉しいな。すごい、かぶんなかったね。出だしからもうかぶるかと思ったよ。かぶんないよ。なんかこの青がさ多いんじゃないかと思った。そう。でもこれ好きだ。昔のキティちゃん。うん、いやスタンダードだ。私が学生の小学校だったの。牛乳前から持ってたの。キティちゃんって牛乳持ってる人なんだ。この牛乳何かというと、キティちゃん牛乳を持ってるんだ。へえ。M。ああ、そうだ。ミルクの M。マックの M じゃないの。